レバノン保健省は4日、去年10月にイスラエルと新イラン民兵組織ヒズボラの交戦が始まってから、レバノン側の死者が3日までに3002人になったと発表しました。イスラエルのネタニヤフ首相は3日、レバノンとの国境地帯を視察し、我々はレバノンのあらゆる地域を攻撃していると述べた上で、イランとヒズボラを結ぶ武器や資金の供給線を遮断する必要があると主張していました。